川の流れに乗れば魂も揺らぐ、浮世を仰ぐ扇子のように。うわあ、ごめん邪魔しちゃったか。これはこれは珍しい。寺に来ても仙人を求めず神も拝まない。欲しいものは香炉と来た。無礼なのは承知だ。本当に少し借りるだけだから。無有諸教法の儀式に使うんだろう。なんで知ってるんだ。私がこの寺にいる時間は君たちの想像をはるかに上回る。誠意が届いたからだろうか、先方にも少し心得がある。あ、そうなのか。まあまあ持っていきなさい。人のために善行をなすのも工事の一つだ。もともとこの地に残っていても意味はなかったからね。よいよい、遠慮するな。この香炉、良さそうだぞ。少なくとも、この寺ほどボロボロじゃない。香炉の後は、近くにある七星塔を集めようぜ。すぐに帰ると思っていたが、まさか私のことを気にかけてくれるなんてな。あ、さっきの人の声だ。おーい、どこにいるんだ。私の体は千年も前にとっくに消えている。君たちが先ほど見たのは不正流刑法によって作られた幻影さ。たった今君たちが不正流刑法に使っていた香炉と七星塔を持って行ったからね。必然的に私の姿も消えたのさ。それもあながち間違いじゃない。千と木は紙一重の存在だからね。私はもともと夜叉の一人だった。岩王帝君が授けてくれた名は道尺。数千年前に力が及ばず戦死した。今日は私の命日でね、現代のリーウェイがどうしても見たくて武作法ながらもこの術を使ったのさ。ところで君たちは高魔体制のところから来たのかな。知り合いだったのか。君たちから彼の気配を感じてね。それとその濃い合掌の気配も。そうか、数千年も経つのに彼はまだ
あの苦痛に耐えているのか。自分が恥ずかしい。そんなこと言わずに、道若さんだってリーユへのために命を捧げたんだろ。命は大切なものだが、コウマ体制が追っているものに比べたら死すら安らぎとも言える。道若さんすまないね。誕生日は楽しく、命日は悲しくなんてね。フセール警報の効力もあとわずかで終わる。二人とも達者で、ついでに彼によろしく言っておいてくれ。はあ、もう一度チコ魚焼きが食べたかったな。チコ探しに海潜り、帰って再び夜が狩る。知ってもらいたいな。そろそろ行こうぜ。後で時間が空いたらまたここに来て証拠をあげよう。儀式に使う道具は揃ったか。この航路と七星塔、まるで先方のためだけに作られたものみたいだ。一体どこ。道若さんがお前によろしくって言ってたぞ。道若、あいつだったのか。確かにあいつらしいな。道若もやはりリーウェイを放っておけなかったんだろう。今のリーウェイを見て彼が安心できていることを願おう。では今から儀式の準備をする。航路を真ん中に、七星塔はその周囲に散らせ。極寒のもので点を結ぶ。準備ができたら我を呼べ。うん、それでいい。そしてここからが無誘諸行法の鍵。この術には4つの過程がある。剣庫、瞑想、呪文、厩舎。あれ、そんなに面倒なのか。この戦法は絶運の仙人が千年かけて悟り手にしたもの。その奥深さを軽んじてはいけない。さもなくば自身が飲み込まれ、魂が体から離れて戻れなくなる。ごめん、また間違ったことを言っちゃったみたいだ。剣庫、すなわち航路の上にお香を一本、岩王帝君への敬意とする。瞑想、すなわち一切の雑念を遮断し、術の対象を脳の中に具現する。呪文、すなわち呪文をこう唱える。帝馬夜叉、三子往来、厩舎、すなわち二体の夜叉彫像に一矢放ち、私益の契約とする。すべてがつつがなくいけば、少し経った頃にあいつの魂がここに現れる。質問がないならさっさと始めよう。それから瞑想だ。あの嘘つき野郎の姿はあまり思い出したくないけどな。二体の
石像の光った場所にそれぞれ矢を放ったらいいんだよな。まあまあだな。後のことは任せろ。お前たちは歓迎の準備でもしておけ。ここは、ん？君たちはなんだか見慣れた顔だな。どうなってるんだ？体が軽い。ふわふわで重さを感じない。死んでる？そのバカな。我が輩は防潮旅館で気持ちよく眠っていたはず。そうか、うん、なるほど。さすが我が輩。我が輩はきっと夢を見ているんだ。おいおい、本当にどうしようもないやつだな。これじゃ意味ないんじゃないか。ほう、何をする気だ。我が輩の夢の中で我が輩をどうしようと。よし、お仕置きだ。はっ？何？しっけな！我が輩の信者はどこへ行った？行け！やめてくれ！痛い！ストップストップ！わかった！もうわかったから！痛い！しない！しないさ！おかげで魂ごと消えかけたんだから。どれだけ運が悪かったら、君たちという壁にぶつかることになるんだ。大仙人様、どうかお許しを申しませんから。オイラたちは仙人じゃないぜ。魂を呼んだのはオイラたちだけど。本物の仙人はこっちだ。仙人を偽り、民を騙し、妖魔も駆除せず、皆の安否にまで影響を与えた。そのまま行けば、必ずや地に落ちていたであろう。あ、私は、あなた様は。ショーのオーラに飲まれて喋れなくなってるぜ。なお、仙人様の名を聞いてもよろしいでしょうか。あなた様が、本当にあなた様が、あの、まさか一生のうちに高魔大聖ご法夜叉ご本人様に会えるとは。ショーのことを知ってるのか。もちろん、逆に知り尽くしています。私のおじいさんが民族学者で、小さい頃から高魔大聖の話を聞いてきました。今でも夜叉に関する書籍をしきりに集めています。しかし、おじいさんの遺物から金鬼滅脚の札を見つけてからは、初めは仙人を真似るのが好きなだけでした。しかし、そんなお遊びも時間が経つにつれ、ますますと。そうだったのか。じゃあ、お前はショーのファンってことだな。駒大聖に会わせていただけたこと、ありがたき幸せ。私は本当に夢見心地のようです。オイラたち、そこまで考えてなかったけどな。今日これを機に、駒大聖様の前で、今後一切の悪行をやめ、平穏に過ごし、仙人様の名誉を傷つけないことを誓います。その制限、しかと受け取った。行くがいい。ありがとうございます。ご慈悲に感謝を。今までリーゆえにしてくれたことにも感謝を。あいつの最後の聖言、なかなか誠実だったな。これでもう悪さはしないと思うぞ。そうだ、金鬼滅脚の札の回収がまだだったな。オイラたちに任せろ。あ
明日の朝防御旅館に行って本人から回収するぞ。達成革新天君、あの仮面をかぶった偽仙人のことね。彼が宿泊名簿に書いた名前は平安よ。もう部屋を出たわ。一人で山や川を旅するとかなんとか。そうだ、もし言葉を話す先霊を連れた人が来たら、この封筒を渡すよう預かってるの。言葉を話す先霊？誰のことだ？彼が言ってた旅人はあなたね。はい、これを。手紙を残すなんて新手の詐欺じゃないだろうな。とりあえず開けてみようぜ。すごく気になるぞ。あ、手紙と一緒に何か入ってるぞ。近畿滅却の札だ。久しぶりにこんな素直な悪人に会ったぜ。そうだな。あ、そうだ、早く近畿滅却の札をショーに届けに行こうぜ。滅却の札は回収したから、ショーが預かっててくれ。ご苦労。お客様、ご注文は何になさいますか？チコ魚の焼きを一つ。かしこまりました。少々お待ちください。あれ、今回は杏仁豆腐じゃないのか？ショーにしちゃ珍しいな。これは道尺が生きていた時に好きだった食べ物。ただどんな味がするのか気になってな。ああ、そっか。チコ探しに海潜り、帰って再び用まかる。まだ何か用があるのか。我は一人で食べる方が落ち着くんだが。そうだな、オイラたちはクールに去るぜ。 Yeah.